い、こんにちは、ポテリンコです。今日はこちらを食べます。毎週水曜日はすっぴんでございます。ほっこりゆっくり見てもらえたら嬉しいです。食べていきます。ポーブちゃんのおやつもね、ちゃんと準備してます。僕ちょうだい、まだ。いただきます。ローソンの街角工房のこのパン大好き、美味しい。これはね、ちょっとチンしました。こちら牛丼、冷やし中華の時期になりましたね。食後はね、クリームパン食べます。いただきます。どれから食べようかな。やっぱり冷やし中華から食べよう。冷やし中華いただきます。あ、ちょっとあなたダメ、ポポちゃんに狙われる。な、食べたやろ。やっぱり人、美味しい。やっぱり冷やし中華うまいな。思わずふーってしてしまったけど、辛っ。炙りチャーシュー、柔らかい。美味しい。ゆで卵最高、美味しかった。麺もすっごいしっとりもちもち、なんかタレもちょうどいい。いや、しんぼさん、美味しかったです。ちょっと次、ちょっと牛丼食べたい。このなんて言うやろ、お肉がこの柔らかいのが好きよ。牛丼、焼肉丼、なんか焼肉丼のような牛丼のようなね。これはね、美味しい。牛丼の甘さもあり、焼肉のしょっぱさっていうか、あのスタミナがつく味もするし、うまっ。これに温玉乗っけて食べても美味しいと思う。美味しい。これ見かけたらぜひ皆さん食べてみてください。美味しい。
美味しかった。食べます。やっぱりカツから食べたい。このねカツがね柔らかい、美味しい。うん、おいしい。たっぷり卵サンド。ふわふわの卵。デザートのねパン、このミニのやつをいいよね。ふわふわやし、なんかカスタードクリームもなんか違うな。酸味もあるようなカスタードクリームやな。なんかおしゃれなカスタードクリームみたいな感じがする。なんかちょっとレモンっぽい風味があるんかな。オリジナルのパンなのかな。お水ちょっと違うの。このコーンポタージュ食べようと思います。懐かしい味。
水で水分でチャポチャポ飲んでくる。じゃあ最後こちら食べます。一番好きなのから食べようかな。一番好きなの、一番これが好き。このバームのやつ、バームロール。なんか昔よりもこのちっちゃくなった気がするけど、これも好き。ごちそうさまでした。美味しかったです。もうね、美味しかった。美味しかった。うん、まだ食べたい。冷やし中華も美味しかったし、牛焼肉丼、最高でした。今日はこんな感じのお昼ご飯でした。楽しく見てもらえたら、グッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。ほじゃん。うん、食べた。はい。今日も美味しく楽しくでした。ポテリンコでした。バイバイ。なこちゃん。うん、僕眠たいな。よいしょ。あ、眠たい眠たい。僕眠たいじゃなくて。僕眠たい。眠たい人。眠たい人。あーいわ。眠たい人、はーい、ポポちゃんだよって、ポポちゃんだよ。うわー、メガネ舐めたな。